あの大砲野郎、だいぶ見えてんのか、こっちのこと。どこまで見えてんだろう。あ、この下とかも結構いけんな。こっそり近づいて殺すか。かと言いつつ、この鈴もどこかに届けたい。ここの下とかも漁ってないしね、全然。やっぱ残ってんな、いろいろアイテム。銭寄せの巫舞風船。源の水を内に秘めた、正在祈願の巫舞風船。黄色い巫舞風船を割り拝み、その水を浴びた者は一時的に銭の入手量が上昇する。へえ、そういうアイテムなのか。もったいなくて使えねえわ。取りま飲んどこ。あいつなんだ、どっかこの下、ん、どっち方向だっけ。あ、でも裏街道みたいなとこもあんだな。ここ怖いから、あっち側行きたいよね。なんかいるんすよね。こっちから行けばいいんじゃねえか。 OK、 アイテム取ると。品寄せ、あ、次アイテムか。なんかいろんなのあんね。これどんどん使ってった方がいいんだろうけど、俺こういうの、こういうアイテムっていつも余らせんだよな、どのゲームやっても。なんかでも裏手から進んでいけるっぽい。鉄くず、アシナの国で取れる鉄のくず、強化技種人具の作成基本となる岩薬、筒薬、作成に広く使われると。ほうほうほう、まあ、強化アイテムってことか。これ裏手取れるんじゃない、これで。いい感じに撃っとんの、いい気になって。これこのまんま行っていい感じ、いい感じっぽいな。これ完全に裏取ったな。でもあいつはいずれ殺す。え、崩落してますよ。二度目通れなくないもん。OK。すごく道なき道行ってんですが。さあ、静かにこっち側入ってこれたと。あ、これでほぼ前か。これ後ろ側からこっそり行ってさ、一人ずつ殺していけばいいんじゃねえか。なんかいる、あそこに変なおっさんが佇んでる。死んだ馬がいっぱいいるが。これなんだ、残影に触れる。これも平田のものだ。あ、お若様じゃん。クロウ様、エマド、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか、すまぬ。流因を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。いや、こうやって昔の過去も見れるやつがあんのか。一瞬あれか、ここで死んだプレイヤーを見るって感じかと思ったけどね。これなんだ、アイテム商人かなんか。いや、見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、覚えてんな。いや、あの世以来ですね。あの世ってなんだよ。あの世とはなんだ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。いや、教えてくれてもよくねえか、普通に。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。え、でも金は取るんでしょ。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。いや、ストレートに教えろや。いや、でもお金ないから今。断る。あれ、まあ、そいつは残念だ。まあ、気が変わったら声かけてください。
あっしにとっても旦那にとっても悪い話じゃないはずだ。俺いくら持ってんの今。お金をいくら持ってるかによる。286か。話しかけてみ、仕方ねえな。気が変わりましたかい。払うかじゃ。金はいくらでもある。銭を用立てていただけりゃ、それがどうです。銭だ。なんかあったら殺すかんな。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。ほう。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんだ。だから簡単に入れたってことか。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。少な。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ、情報を買ってください。いろんなの、どんどん増えていくのか、これ。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。まあ、とりあえず50円持って、なんか買ってきな。これで情報買ってけるけど、またお金持ってこないとダメだね。何探したんだろう。さあ、完全にこれ裏手取れたが、ここら辺とかいたよな、さっき。お、なんか下にアイテムあんぞ。ここで鉢合わせたくないな。岩薬、これはあんまり音を立てずにゆっくりと忍びらしく後ろから殺すと。あいつ横から行ったらバレねえか。は、いい気になってたな。じゃあな。黒色炎症、火薬の元となる黒いなんか、ほう。あ、これも強化素材か。こいつやったらもう、あと雑魚か。はい。はい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 。さあさあ、銭を出しな。あ、すぐ金回復できるな、割と。お金使ってもいいかもな、どんどん。てか多分あの人以外にほぼ金使うとこないんじゃないかな。どうなんすかね。さあ、ここが割と簡単に開通できたな。あんな強引に裏道行かなくてもよかったもんな。でもこのゲームって割とこう、なんて言うんだろうな、戦いを回避できるよな、いろんなルート使って。ニワトリさん、はい。かわいそうになってくるな、なんか。普通に落ちた。で、一応ここにテラーまで行けるのかな。 OK、 じゃあここ開通させようか。
でも敵回復しちゃうけど一度戻るか。そうね、鈴を渡してみよう。これでアレデラと。鈴持ってきたよ、じいちゃん。なんだお前さ、勘が戻ってきたようじゃな。まあまあね。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。え、何くれんの。忍び技の伝書、忍びの戦う術が書かれた伝書と、忍び技のスキルを習得できるようになる。侍には真似できる。なんたらかんだかな。はい、これを忍びの技じゃ。なんでこんなの持ってんの。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある、うん、まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。伝書を所有していると、その伝書の流派にまつわるスキルを希望解けで習得できると。ほう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 。あ、こういうふうになんかスキルを習得できるのがこれを持ってると。なるほどな。チリンチリンと鈴が鳴いてるな。そうそう、それを持ってきたのよ。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろとそう言っていた。その鈴、見覚えはあるか。いや、ないね。いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがある。喋れんのこの鈴。なんだと。鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は、わしの彫った仏とはわけが違う。まことの仏師が彫られたものだからな。ってことはあれに備えてみればいいのか。なるほどな。これか。さあ、謎の鈴を備えると。目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。あ、こっから動かせんだ。過去の記憶だ。まあお決まりのごとく後ろにアイテムがあると。岩薬、めちゃくちゃ岩薬溜まってくな。あとそんないっぱいない。意外と。なんかもっと5個ぐらい持ってんのかなと思ったけど。流線川端。なんとかかんとかちょっと見えなかった今、早すぎて。まあ、なんせお城前ってことだよね、昔の。あ、こっから下に行けと。ほうほうほう。あそこ行けるっぽいな。はい。まあ、安全に降りてこうぜ。はい。ダメージ食らうぐらいならと。あっち側とかなんか物ありそうだけど、進んでいくか。握り灰。なんか死にそうな輩いない？どうした、なんか怖い形相してるけど。フクロウのせがれか。フクロウ？いや、狼です。何があったんだ。何があった。賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。オーケー。今がいつ？今は幾年だ。何をおかしな。教えてくれ。流線詣での年であろう。いや、それがいつなのかわかんねえ。現代人の私には。流線詣、3年前か。どういうことだ。どういうことなんだろうね、そんな。
古い記憶といった何も覚えてはおらぬ。時代を逆行することができたのか。過去ということかだろうね。何があったのか分かるってことだろう。どっちにしろ。あら、でもいますね、そんなとこに。え、でかくね？あの声みたいなのでかくね？えい、蛮族め。ただの油、壺が割れたらあたりに飛び散る。はあ、はあははあ、は。オッケー。こういうことすればあれか、炎がよく効くってことか。あいつら族っぽいな、今やったやつらが。火消し粉な。あ、自分が炎上状態になったら、あ、強くない？あ、炎上だ。待って、はい、ちょっと待って、ちょ、鳥今回復して、あのね、炎上を解きたい。炎上状態、あれ、あ、装備しないとダメか。いつものごとく火消し粉な、これかな。これを使うと、これでいいのかな。あ、てか使わなくても消えたっぽい。油なんか持ち歩いて危ない。てかだいぶ食らうな。あのでかい声気になるんだけど。あれあれ、すげえ気になるんだけど、なんだ。あ、一撃で死んだ。宝鯉の鱗、キラキラ光る宝鯉の鱗、普通の人にとってはただの美しい鱗だが、これを欲しがる者もいるだろう。主を尊ぶ者にとり、何しろ鱗は尊いのだ。褒美を求めるなら集めてみるとよい。ああ、これなんかあれか、こういうの集めて欲しがってる人がいいんだ。なるほど。あのやから、これさ、待って、これをうまいことさ、こういうのって、いやー、なんか思ったことができねえ。見られちゃった、わかる。なんかこの橋下にさ、うまいこと寄せてさ、やりたかったんですが、バーンバンバン、あかあか、意外と強くない？なんかワンワン聞こえるけど。あ、ちょっと待って、はい、お前も知っとるぞ、弱いのは。これに弱いんだろ。なんか見に来たな、様子を。よっしゃいって言われた。はい、バーン。マジ手裏剣強い。こういうとことかも意外と登れねえんだもんな。はい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 、 OK。 防御がやっぱ大切だな。防御うまいこと、靴、むしろ殴るっていうより防御重視にした方がやれるな。一撃、例の強い。ちょっと上登りたい。 OK？ ここから登れて、あんなとこに、違う、何してんだ。ちゃんとかがんで後ろを取りましょうと。この距離なら見えんだろう。はい、失礼します。 OK？ この辺に鬼仏ない？体回復したいんだけど。なさそうね。岩薬セットしとくか。うわ、めちゃくちゃ、あ、いたわ、あったあった。拝みます。はい、でとりあえず休息して進むと。あ、でなんかできるようになったんだよな。そういや、流派がなんとかかんとか。スキルを習得する、これか。
スキル習得メニューではスキルポイントを消費して新たにスキルを習得できますと。ほうほうほう。未知の常在効果、これはパッシブかな、持ってるだけで能力発動すると。でこれは体術、旋風切り、流派技旋風切りを習得する。回転しながら周囲を切りつける流派技、強そう。敵のガードの上からダメージを与える。見切り、忍びの体術見切りを習得する。敵の突き攻撃を見切り、体幹に大きなダメージを与えると。見切りの方が良くない？あ、これ2ポイント使っちゃったのか。駆け伏せ、ダッシュ中にスライディングでしゃがみ込む隠密のための忍び技、これいいかもな。気配殺し、常在効果気配殺しを習得する。隠密中に気配を抑え、敵から視認されにくくなる。これ使うとさらに見づらくなるのか。あんまり攻撃技っていうよりは、割とこういう隠れる系の方が有用なのではないでしょうか。もっとスキルポイント欲しいね。身体力、あー、でこれはまだ弾がないから無理と。 OK、 あそこ集まってんな。これはこの 上にいる輩だけ殺したくない。あそこにいっぱいいんのか。とりあえず上行こうか。これ取ってない。多分このなんかかけらみたいなのとかでおびき寄せるんだろうな。中にもいっぱいいる。とりあえずあそこの一人になったやつを始末しよう。それじゃない、それ。こいつはどこまで来るんだ。そっちじゃない、こいつを始末すると。あれやだ、これはね飛行、高いところに行って逃げると。ヒアだ、しかもあれやばいね。いや、隣のやつドン引きしてんじゃん。え、何事みたいな。あいつの警戒高えな。残りの人たちは全然来ないんだよね。やつにしか侵入されてないから。横のやつ完全にドン引きしてるだけやん。これ横手からいけるよな普通に。さあこの手裏剣用のやつが増えて、アイテムもそこにあると。しっかり回収しよう。防御力アップ、あんまりアイテムに頼りたくないんだよな。はい、これちょうどいい感じの場所じゃない。そっちか。こいつは弱い。はい、こいつも弱いよな。弓持ってるやつは体力低いからな。握り倍と。ここからは開かない、裏口から行かなきゃいけないんだな。 OK、 めっちゃ金貯まる。これそそくさいけるか。裏道から行こうか。あ、なんかある。こんなとこに隠れてる人いないよな。攻撃力アップ、うーん、ここ車線入るな。これお互いがお互いをカバーし合ってんな。ジャンプしていける距離でもないんだよな。こういうのって意味あんのかな。あ、でも意味ないんだな。だからこうおびき寄せてとかできるわけじゃないんだ。あまり離れてくれないね。これどうだ。これさっきあっち側、こっち側飛び越えて一回屋根の上登った方がいいかもな。一瞬見られたけど、まあ問題はない。でこの家の中とかにもいそうだしね。ひどいありさまだな。
この上に行きたいんだよな。OK、 この上に行ったら一人はやれる。ただ誰を先にやるかだ。いや、そこの人死んでもらうか。危ない。ういうい、取り間逃げると。忍者なんで正面からは行きませんと。バレてんな、いろんな人に。あの奥のやつはバレてない。おいた、え、どこ、ちょ待って、これは離れよう。なんかいろんな人にバレてますけど。あっち側は片付いたっぽいな。そこの犬コロはどうでもいい。足元にいるだろ一人。あ、戻ったな。あの犬始末っか。見たかな俺のこと。いたいた、え、どこ、うわ、あんなとこにいんのかよ。炎上中は困るよ。こっちの塀の裏側に行けば大丈夫だと思う。ってことはこっちの区画で追ってきてないな。もう一人、はい、OK、 これでとりあえずそこの家二つ制圧しよう。手前の家、はいはいはい、撃ってきて、はいはい、もう一回、痛い、体幹崩れねえな。オッケー、絶対攻撃するよりこっちの方が早いよな。バレてない。バレてない。早く後ろに向きな。よし、バカめ、終わりだ。あとはワンワンか。うわー、ちょっとその出待ちやばくない？やらしくない？時間かかったけどこう終わりだ。だいぶゆっくり進んでんな。でもそもそもこれ多分戦わなくていいんだよな。無視できるとこは無視していいんだろうけど、倒したくなるやん。で、ここも手前の犬は一匹片付けたんだよな。てかもういねえんだ、ここよ。あ、そうだった。OK。で、あっちの。はい。あいつだな。あの、炎の矢。撃ってくるやつだよな。鬱陶しい。OK、 増表明。あいつだな、めんどくさいな。何してんのこの人。何してんの。所詮蛮族だな。燃えるの。皮膚傷とはよく言ったものよ。
ケーキ漬けにはぴったりだ。ちぐいねえ、神器臭い田舎屋敷だ。せめて最後くらいはパーッとね。いやらしい三段立ってるね。まあ、そんなこと言ってるお前らもう終わりだ。あ、待って、これやばい。終わるのは俺だ。あぶねえ。あいつ強すぎ、火の矢が強すぎる、マジで。あの、勘弁してもらっていいですか。自分何も悪いことしてないと思うんですよ。ただ一発切っただけじゃないですか。あいつがマジ厄介だな。これより上に行けるとこないのか。力押しでなんとかなんだ。あいつさえやっちまえばな。おい、こいつさえやっちまえばあとは雑魚よ。はい、でこれで離れればいい。あとは一人ずつゆっくりと仕留めていくと。まだ警戒してんのか。もう警戒しなくていいだろう。まだあいつ警戒してるだけで何も見てないぞ。違う、お前だ。二人いるのが厄介なんだよな。あ、やばい、これ死ぬ。やっぱ二人はつれえな。炎上してる。丸薬いくか。もったいねえけど。二人いるんだよな、そこと。多分これはバレてない。ね、は、違う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 。誰もそこ貼り付けとは言ってない。これでちゃんと回収しとかないとな。ゼニーを。どこ行った？もう一人いたよな。あれ、どこ行ったあいつ。もう一匹消えたんだが。死んだか。なわけないよな。あ、この民家の人とかやられてる。いた。何してんだこんなとこで。死んじゃうぞそんなとこにいたら。こういう風に。よし、すべて片付けたぞ。ここはクリアだ。
握り灰多すぎやろ。これ何これ。ひたき、ひぶき筒。火を吹き出す鉄筒と。あ、忍び義手に仕込めば義手人具となる。いいね。またいい遠距離武器が手に入ったぞ。金目のものはねえか。なさそうだな。よし、進むか。やっぱ火厄介だな。やけどと毒は昔からどのゲームでも厄介だからな。危ない。意外とやると思ったけどそうでもなかった。大丈夫か？なんて、ゲロども。ゲロども全部始末したぞ。まあ、侍には見えないし。あれば、お堂の忍び用の忍び用のやつらを頭蓋を叩き割ってたの。斧で頭をかち割ればいいんやな。理解した。あ、なに、盗み聞く。おう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い。中に誰かいるんだな。じゃあ聞こえてんのか。ああ、俺が聞こえてる。失礼します。そして背後取られてますよ。中に入りたいな。中見てみる。ああ、なんかそこにあるんだね。だから立てこもってる人がいるんだろうけど、あっち見回りに行ったやつはなんかこっちに興味なさそう。とりあえずこっち側行ってみるか。兄貴、次はこのお堂ですか。あ、ここに何かあるのか。いや、そこはいい。あの、絶対バレるやろ、この位置。バカ、どんなとこで盗み聞きしてんだよ。目の前にいんぞ。仏様には照らすのよ。はいはいはい。バカ、くそ、どんなとこで盗み聞きしてんだよ。え、マジしょうもねえ死に方したぞ今。登れねえし。は、危ない。帰らせてもらおうか。じゃあな。どこで盗み行きするからさ、まだ操作不慣れなの。弱い。ニワトリに対しては強気やぞ。あんなことない。あ、ちょ、ええー、
鶏にやられる忍びがいるらしい。何匹いんだよここ。てかあの敵多くない？気のせい？かわいそうに。誰がやったんだこんなこと。お、軽い銭袋いいね。お堂がなんとかかんとかってたから、多分この中になんかあるんだろう。ここが斧があるらしい。飛び猿の忍び斧、これか。忍びの使う重い国鉄の斧、忍び義手に仕込めば義手人具となろう。やべえな、だんだん俺の忍び義手が重くなっていくな。強化されていく。さあアイテムを回収した。でこの奥行きたいんだよ。でここが開くんじゃない？これで開通すると。ただここも殲滅したし、あんまり意味ないんだよ。でもこれ元から上行けるよな、普通に。無理に、なんて言うんだ、この、開けなくても。体が痛い。ちょ、怖いから岩薬使っとくか。そうだ、岩薬結構拾えるっぽいな。そんなに、蹴散らなくていい。そう、いかんせんあれなんだよな、仏様に拝んだ後だと敵が復活しちゃうからな。こっちは行ったから、立てこもってるって言ったらこっち側かと反対側。この正面なんだ。あ、なんかいる、なんかいるけど、あれ敵じゃないっぽいな。あ、こいつあれじゃん、盗み入ったやつじゃん。どうだな、あんたも火事場泥棒ですかい。そう見えるかい。旦那は見たとこ忍びですかね。あ、あいつが言った話一緒だ。何か探し物でも。まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。ん？あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。適当なこと言ってねえか。これ絶対なんかあるやんな。見た感じなんか大門入ってるもんな。なんかありそう。張り付くんじゃないよ。ただこいつに取られるのは尺だな。なんかここの、でもなんか何もなさそう。なんかこの反対側行くか。うわ、この先警備が厳重だ。話しかける。誰ですか？狼です。族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、この先だよね、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです忍び殿、若様をお救いください。 OK、 これをあなたに託します。何くれるんですか？毒消し粉。どうかお役立てを。ってことは毒使ってくるってことね。この先火に毒ってもう言ったまんまじゃねえか。さっきもうちょっといいのない？なんか、あ、どうも。お主、若様の忍びじゃな。よう分かったの。ああ、肝心な時におらぬ、とんだ役立たず。罵倒されとるが。いや、もしやお主族を手引いたのではあるまい。この場で切り捨ててもいいんだぞ、誰も見てないからな。この平田屋敷がこうもあっけなく落ちようか。あっけなく落ちるってことは身内からの何かがあったんですよ、きっと。そうに違いないわ。なんでちょっとおねえ言葉なの。いねえ、裏切り者はいねえ。こんなとら、なろ、下げあって。最後なんで若干おねえなんだよ。あ、なんか盗み聞く。
辛そう。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。忍び狩りの僧兵？あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷で。忍び狩りの僧兵って、僧兵なのに忍びかんのか。僧兵ってなんかあれだよね。神社の人だよね。神社？寺？寺の人か。え、なんでそんな人がさ、忍びを狙う必要があるんだ。ここなんかありそうじゃない？このでかい建物。ここなんか、この一番でかい建物なんかすげえ気になるんだけど。なんかない。なんもないわ。え？登れそうで登れない。あいつ厄介よな、あそこにいっぱいいんの。この竹林とかの上、なんとかいけねえか。一人で来いよ。二人はやめようぜ。こっち側の竹林とかなんか、いけないのか。あー、この先上がれるのか。と思ったらアイテムだわ。おくるみ地蔵。赤い布にくるまれた小さな銅地蔵。手のひらに乗せて拝むと快晴の力を1回分獲得できる。そんないいものをもらっていいんですか。無駄に2回使っちゃったからな。鶏に蹴られ。おいよ、相手してやらんこともねえぞ、一人ならな。なんだおら。はいはいはい。こんなもんか。この先厄介よな。あの奥、あ、来てる。警戒度が上がってます。はい、もうちょっと、はい、こっち来て。はい、下がるが、この上に行きたい。来ちゃった。なんでだよ。誰もいませんよ。見えてる。なんかでもこれ弱そうじゃない。嘘ついたわ。強い。ちょっと待て、これできる。全然防御減らねえんだけど。こいつ待て、こいつやるわ。あ、煽ってきてる。あ、盾ずるくね？盾ずるくね？なんかいい方法ねえのかな？あいつ。お前、なんで突進してきた？なんかいい方法ねえかな？これでもぐるぐる回れば勝手になんか突進みたいなし来てくれたらさ。その縦攻撃がしんどいだ。え、その隙の小さい縦攻撃やな、ずるいんだよな。
これマジどうすんだ、どうしようもねえが、俺も帰る。一回地蔵さんに手合わせてくるわ。じゃあな、また会おうぜ。